それでは今週の話題です。現在区が所有している6艘の和船のうち、ゆりかもめという和船を修理しています。その和船を川から運び上げる作業と修理の様子をご覧ください。今回修理を行うゆりかもめは25年以上愛用されてきた和船。これからも安全に乗り続けられるよう補強作業などが行われます。7月28日、川から引き上げられたゆりかもめは潮見にある佐野造船所に運ばれました。はじめに船底の外装から修理を行います。底の塗装を落とした後、木造物の修理などにも使われるポリエステルパテで傷やくぼみなどを埋めていきます。8月4日にはガラス繊維を船の形に合わせてカットし貼り付ける作業が行われました。修理を担当しているのは佐野造船所9代目の兄龍太郎さん、弟実さんと10代目の達也さんです。実はこのゆりかもめは8代目の佐野一郎さんが手がけたもの。先代が残した船に手を加えるとあり、緊張した様子で作業を進めます。船底に貼り付けたガラス繊維の上にかけているのはポリエステル樹脂。ガラス繊維とポリエステル樹脂が混ざり、繊維強化プラスチックとなることで船の強度がより上がるそうです。この日は船底のおよそ半分に繊維強化プラスチックを施し終了しました。今後は残りの作業ややすりがけなどを行い、8月末には船底の仕上げ、9月からは内装の修理に入る予定です。それでは続いての話題です。8月5日金曜日、東洋2丁目の教育センターで江東区就学前教育フォーラムが行われました。就学前の幼児教育の在り方を考える目的で開催された今回のフォーラム。会の冒頭では区教育委員会を代表し本田健一郎教育長から挨拶がありました。今こそ江東区の就学前教育に携わる私たちがですね、心と思いを一つにして取り組みを進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。なお今回のフォーラムは会場とオンライン併用の開催となり、合わせて400人の参加がありました。前半に行われたパネルディスカッションでは、江東区の就学前教育の充実に向けてと題し、各パネリストから発表がありました。パネリストには区立の保育園、幼稚園、私立の保育園、幼稚園それぞれで園長を務める方が並び、おのおのの立場から日々の教育実践で大切にしていること、今後の江東区の就学前教育についてなどを話題に意見が述べられました。就学前教育と充実につながっていくんじゃないかなと思います。会の後半では東京家政大学教授戸田雅美さんによる講演が行われました。教育っていうのは本当に0歳から、そして、中学、元大学に至るまで実は変わらないシーンが あるのではないかということを考え、戸田さんは大学院で児童教育学などを研究。私は楽しみにしています。今回の講演では小学校およびその後までを見据えた就学前の子どもの育ちや学びなどについて発表を行いました。小さな自発性に目を留めてと同じです。それが保育の専門性じゃないかなと思います。それでは続いての話題です。8月7日日曜日、大島9丁目の東大島図書館で怖いお話し会が開催されました。9
区内の図書館では夏休みに各種イベントやお話し会が開催されています。東大島図書館でもこの日、怖いお話し会が開かれました。それでは会場となるお話し室へと進んでいきましょう。薄暗い廊下には赤い手形やお札があちらこちらに。いつもの図書館とは全く違った雰囲気でイベントを演出しています。会場に集まったのは5組の子どもたち。区内の図書館で読み聞かせのボランティアをしている方たちが怖いお話をしてくれます。データ片一方の手でデータ、地域に昔から伝わる七不思議の一つも披露しました。落語にも登場する怪談、置いてけぼりです。怪談の舞台となったのは現在の第三亀戸中学校のそば。そこにはかつて堀があり、ある日釣り人が帰り道にのっぺらぼうに出会い、なんとか家に逃げ帰ることができましたが、お前さん、もしかしてお前さんが見たのはどんな顔じゃなかったのかね。神さんが振り向くとその顔も目も鼻もないのっぺらぼうだった。男は目を回してくるくる吸って、そのまま床に倒れてしまった。男が目を開けてみると、なんと男はあの置いてけぼりの近くに横になっていた。イベントの最後には図書館スタッフ手作りのお土産ももらえた今回の怖いお話し会。参加した子どもたちの夏休みの思い出に残る催しとなっていました。続いての話題です。8月9日火曜日、富岡一丁目の富岡八幡宮で照ノ富士関による横綱力士碑刻銘報告祭が行われました。富岡八幡宮は江戸勧進相撲発祥の地で、江戸時代最後の横綱第12代陣幕九五郎が中心となり、協賛金を集めてこの場所で相撲を興行していました。こちらの横綱力士碑は、横綱の功績と相撲の歴史を伝えるために、初代横綱明石志賀之助や昭和最後の横綱千代の富士などのしこ名が刻まれています。この日は区内に部屋がある照ノ富士関が横綱に昇進したことを富岡八幡宮に報告に訪れました。神事では祝詞と奏上や玉串拝礼などが行われ、今後の活躍を祈願しました。その後、刻銘式では境内にある歴代横綱の名が刻まれた横綱力士碑に第73代照ノ富士春雄の名が刻まれ、横綱として責任を改めて感じたようです。最後は横綱力士碑の前で親方と記念撮影が行われ、9月11日からの秋場所に向けて思いを新たにしていました。